高野さん、はい、コメントいただいてまして、ガソリン車とハイブリッド車、同じ社名でどっちもあるパターンじゃないですか、うん、なんかボクシーとかああいったもので、ガソリン車私買った方がいいのか、ハイブリッド車得なのか、はい、永遠のなんか問題あるじゃないですか。そうね、それを分かりやすく解説してもらいたいなと思って。オッケー、分かりやすくね、はい、いいね。なんかリセールだけの観点で一回やったよね、リセール何せみたいなやつよね。はい、実際燃費がどのぐらいでとか、うん、維持費に関してはあんまり増えてなかったんで、うん、まあ、ちょっとお得な人、そうじゃない人いるみたいなんで、そうね、どういう人がどうしたらいいかっていうのを結論をね今回出しますよ。はい、ぜひその判断基準みたいな購入するときの、はい、そうね、行きましょうか。ね、これね一番問い合わせが来てた、まあ人気車種のボクシーで行きましょう。ボクシーの SZ で、はい、ガソリンとハイブリッド比較してみました。上級グレードの方ね、はい、こっちが人気みたいだからこっちで行きます。でまずね、ハイブリッドの方の車両本体価格が374万円ね。なるほど、はい。でガソリンの方が333万9千円、はい、まあ、約ね35万円差です。ただね、税の優遇があるから、ハイブリッドは自動車税の環境性の割っていうのと、はい、重量税が、はい、免税になりますから、これがね13万円ぐらいね優遇されるから。あ、結構ありますね。そうだから実質の価格差ってね217,700円で、こっから、はい、ガソリンでじゃあいつ元取れるのかっていう話になってくると思うんだけど、はい、そうですね、平均の実燃費ね、はい、ハイブリッドが 17.6 1リッターあたり走れる距離がね、はい、ガソリンの方が12キロ。あ、結構ありますね。そうだからね 5.6、はい、このデータだけ見れば差が出るから結構差が出るわけ。そうですね。そう、じゃあガソリン代で計算すると、今ガソリンがまあレギュラーが165円ぐらい全国平均にしていると計算したところ、年間ねこれで1万キロで価格差をシンプルに計算すると43,750円差が出るわけ。するとね5年で22万円ぐらいになるわけ。あ、ということは5年で元が取れると。そうなんよ、5万キロ以上乗る人はハイブリッドのお得になるわけ。乗れば乗るだけお得ってことですね。そうだから10万キロとかそういう人はハイブリッドの方が金銭的にはお得だね。前回は3年とかでしたからね。そう、3年とかで考えると、リセールだけで考えれば、まあ、そもそもねガソリンの方が値段つきやすいし、いわゆる下がりにくいし、燃費でもそんな元取れないからって言ってたけど、うん、乗る前提でねどっちが得なのっていうと、5年以上乗る人はハイブリッドの方がいいだろうね。こっからね、ガソリンとハイブリッドのちょっと特徴もあるじゃん。そうですね、全然こう乗ってて感覚違いますからね、うん、まあユーザーのレビューとか見ていくと、やっぱね出だしに関してはハイブリッドの方がいいみたい、はい。あ、確かにハイブリッドのイメージありますよね。言うよね、それは電気とガソリンで両方スッと走り出すらしい。そこに関してはハイブリッドの方がいいよねっていう意見が多かった、うん、だけど高速とかでね100キロとか飛ばす時になると、やっぱりガソリンの方がなんか乗り味がいいという話だったね。あ、中高速時の伸びがいい。そう、なんか車重もガソリンの方が30キロ軽いとかいう話以外でハイブリッドが乗ってないからね。あ、ハイブリッドバッテリーですね。そう、乗ってない分ね、まあ長距離のドライブを結構楽しむよっていう人はガソリンでもいいみたいっていう感じ感じかな。確かに好き好み分かれそうですからね。そう、分かれる。もうどっちが損得だけでいけば、シンプルに5万キロ以上乗る人はハイブリッドの方が俺はいいと思うし、はい、そこをあんまり気にせずに乗り味楽しみたいって言ったらガソリンでもいいと思うけど、今時代的にエコじゃん。そうっすね、エコっぽいじゃん。だしなんかあのメーターがさ、ハイブリッドがこうかっこよく光ったりとかするし、はい、まあ、ハイブリッドのマークつくから、はい、ちょっとグレードが高い感じするじゃん、ハイブリッドマーク、うん、そうですね、比較的にそういうのがボクシー関わらず多いかもしれないですね。だからまあ正直俺、ハイブリッドの方がいいかもね、乗る人は。ガソリン乗る人は、うんうん、まあ、3年に1回乗り換えるみたいな人、うん、うん、そうやね、普通に距離もね年間1万キロぐらいで3年乗り換えるよっていう人はシンプルに財布だけ考えればガソリンの方がお得だと思う。なるほど、確かにリセールはガソリンの方が良かったんですもんね。そうで、ちなみに今新型出てるじゃん、ボクシー、はい、前型はもうボクシーもハイブリッドとガソリンだったけど、どっちがどんぐらい出てたのって俺知らなかったんだけど、はい、調べると圧倒的にガソリンの方が売れてて。ああ、ガソリンなんすね。そう、先代はね、なんか5年以上乗る人の方が多そうだよね。そうなんよ、その下取りでさ、10年前のとか今平成26年とか、うん、27年ぐらいの今入ってき始めたけど、はい、結構ね距離乗ってる10万キロ15万キロの入ってくるじゃん今最近。ありますね。だけどガソリンの方が多いんよね、うん、それ見るとハイブリッドの方が良かったんかなって思うよね。もうちょっと価格差はね今よりもうちょっとハイブリッド高かったけど、ちなみに数字で言うと、これ期間わかんないんだけど、ガソリンが489,243台売れてて、はい、ハイブリッドが209,490台売れてる。まあ73円だね、きっちり。70% ガソリン売れてたんだけど、はい、今回ね、俺ね、多分ね、ハイブリッドの方が売れるような気がする。だんだんやっぱ底の差が縮まってきてるから、そう。ガソリンの方が確かに手出しの金額は少ないっていうふうに。そう。だけどね、価格差があんまなくなって燃費差が広がった感じがするからね。そうで、あ、そうそう、これついでに言っとくと、はい、ボクシーはなんとなく、あ、じゃあハイブリッド買おうかなっていう人が多いと思うよね。これ
みんなそんな乗り換えるよね、頻度少ないやろから、はい、ただね、ちょっとね、これフリーとちょっと話が変わってくるよね。まあ確かに前もなんかそういう話聞きましたね。そう、俺フリードは前回調べたことがあって、はい、相談されたから友達に、はい、でフリードはもうガソリンの方がいいんじゃないってアドバイスしたんよね、うんうん、だけど、はい、フリードで行くとね、実はボクシーはガソリンとハイブリッドの価格差が税金まで加味すると実質22万円差しかつかないよっていう話したんだけど、はい、フリードはねもうちょっと全体的に安いんだけど、はい、ハイブリッドとガソリンの価格差が33万6千円。ああ開きましたね。ハイブリッドも高いね、33万、はい、ボクシーより価格差がでかいわけ、うん、それをじゃあガソリンで元取っていくには、うん、ちょっと時間が余分にかかるんだけど、はい、さらに燃費、はい、ボクシーはさガソリンとハイブリッドで 5.5 差があったのに、フリードはね 2.7 差しかないわけ。あれあんまり変わんないっすそう、あんまり恩恵がないわけ、はい、ハイブリッドの15万キロとか20万キロで元取るのにかかると思う。じゃあやっぱリセールももちろんその分下がってくるし、うん、っていうとやっぱりガソリン車の方が得だったりして、財布だけで言えばねっていうことですね、うん、財布以外の乗り味とかあるから、元取るかどうかだけで考えればかなり時間かかるね、まあ、だから15万キロ20万キロ乗るよって人はハイブリッドでいいと思う、うん、だけどもう5万キロとかで乗り換えるよって人は正直ガソリンの方が得だと思うね。うん、そんとこだけで言えばね。そうですね、ちょっと前のミニバンとかのハイブリッドってその燃費変わらないイメージだったのが今になって変わるってことですね。そう、モデルが変わったからね、こんな差が出てきたから、はい、まあ他にもねステップワゴンとかいわゆる価格差と、うん、燃費差で計算すれば出てくるじゃん、ね、さっき俺がやったみたいなやり方で、はい、まあ、個別にやってみていただければね、はい、で乗る距離に応じて買う車を選ぶのがいいかもしれないですね。まあ、こういう形で、まあ、今回このちょっと永遠の課題みたいなところだったんですけど、うん、深掘りさせてもらいました、うん、はい、はい、この動画がいいなと思ってもらった方は高評価ボタン、もしくはこういう意見もあるよって方はコメントでもいいので、はい、はい、どちらかいただいて、はい、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということで本日も中野社長ありがとうございました。ありがとうございました。中野社長、今回お知らせがあるということで。はい、お知らせあります。僕がこの業界ね15年ぐらい第一線でやってきて、車を安く買う方法、それとか高く売る方法、 YouTube でこれまで出してきましたけど、忙しくてなかなか全部見られない人もいるんで、それをね PDF にまとめました。で、ダウンロード方法はね概要欄に書かせていただくんで、そこからダウンロードしていただければもう皆さん見れますんで、まあ、やろうと思った理由は、この動画を見てくれてる人かなり真剣だし、1円でも安く買いたいっていう気持ちあるけど、騙された人とかも多いから、あんま全部出しちゃうと正直車屋さんが儲けが減るから、ちょっとワンチャン干される可能性あるんだけど、このチャンネルを見てくれてる人は信用してお出しさせていただきますんで、まあ、ツイートとかはしないですし。どのぐらい安く買えたりするんですか？手ぶらで行くよりは絶対これ全部見ていったら、上と下で下手したら本当に15万20万変わることも多いと思う。そういうコメントもいっぱいあったしね、まあ、そういった損したくない方はぜひともこちらの概要欄からチェックしてみてください。はい、見てください。